27万円ですね。はい、はい、どうもありがとうございました。はい、石野陽子さん。はい、9万円ですね。はい、はい、どうもありがとうございました。はい、マイクどうも。松本留五郎様。はい留五郎様。はい、留五郎です。自宅留五郎さん。はい、はい、30円ですね。はい、はい、いました。松田聖子様。おう。松田聖子さん。そうだよ、聖子さんですか。聖子だよ、文句あんのかよ。あ、いや、ありません。5円ですね。はい、ありがとうございました。フランソワーズ・ジャンピエール・サンチェ・ペルリッパ・マッタケ・ピア・パトリシアさん。おはよう。はい、オタク。フランソワーズ・ジャンピエール・サンチェ・カルビ・クッパ・マッタケ・ピア・パトリシアさん。そうですけど、父はブラジルのクォーターで、お母さんはイタリアのハーフで、私はドイツ生まれ、育ちで、みんなパーティーって呼んでます。パーティー、はい、自分のお名前言えますか。はい。フランソワーズ・ジャンピエール・サンチェ・カルビ・クッパ・マッタケ・ピア・パトリシアさんですか。そうです。本当ですか。はい、自分のお名前言えますか。ジャンピエール・クッパ・カルビ、ユッケジャン。ユッケジャンは入ってません、すいません。自分のお名前本人じゃないとダメなんですか。ええ、フランソワーズ・ジャンピエール・サンチェ・カルビ・クッパ・マッタケ・ピア・パトリシアさんですか。ええ、そうです。お名前言えますか、自分の。ええ、フランソワーズ・ジャンピエール・ナッタナ・ピア、ナッタナ・ピア。違います、違います。フランスは自分の名前でしょ。お父さんどこでしたっけ。ブラジルのクォーターの方ですか。そうです、クォーターです。あ、それがフランスワーズ・ジャンピエール・サンチェまでですね。サンチェまででした。カルビ・クッパ・マッタケ・ピア・パトリシアさんとは全部自分のお名前言えますか。カルビ・クッパの、それは途中からでしょ。ええ、だから名字はどこまでですか。フランスはフランソワーズさんが名字ですか。そうです。名前がジャンピエール・サンチェ・カルビ・クッパ・マッタケ・ピア・パトリシアさんですか。そうです。だから、俺の名前ですから、自分の名前言えないと、これちょっと証明できませんから。ジャンピエール・カルビ・クッパ・コテッチャン。違う、じゃあ、ジャンピエール・カルビ・クッパ・フランソワーズが入ってます、名字。あ、フランソワーズ・ジャンピエール・カルビ・クッパ・モランボン。うん。いやいや、すいません、残金ありません。あれ、こう父の遺産が入ってるはずなんですけど。入ってませんけど。入ってないんですか。はい、残金ゼロです。ああ、そうですか。お持ち帰りください。他の銀行行ってみよう。タッタタ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 。自分の名前言ってください。ジャンピエール・カルビ・クッパ・コテッチャン。